どうも、ジュガイです。ダークソウル2前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとまあ軽く、ソウル集めをして今5万ソウル溜まったので、多分レベルアップすればね、おそらくガーディアンソードが装備できると思うんで、ちょっと、そこまでちょっと頑張ってみました。で、まあまあ、ちょっと装備品変えて、忘却をもっとね、行きたいと思うんで。お、来た！あー、来たー！お、めっちゃ攻撃高鳴る。おー、いいね。全体的攻撃力上がるんやな。防御力もまあそこそこ上がって。とりあえずこれで、ガーディアンソードやっと装備できる。かなり鍛えたね。力がかなり鍛え上げられたから。きたー！強えー！ガーディアンソード、ガジュン！おー、いいね。いいね。ガーディアンって感じやな。あ、これはまだ、あれか。筋力30か、これ。これ装備してやな。これ絶対強えもんな。筋力30か。まあ、これちょっと装備したいですね。筋力30まで持っていって次は。まあ、モーションは変わってないんですけど、威力が単純に40上がったんで、まあまあ強いかなと思います。よし。では、忘却を探検しようかな。忘却のロー。まあ、こっちかな。とりあえず、ここをま、探検していこうと思います。まあ、ここの敵をちょっとね、一掃したいというかね、一掃したいというか、ま、減らしていきたいんですよね。ちょっとずつなら相手できるんで、一気に全部を消すのは無理なんですけど、だからちょっとずつ進みながら、かがり火を利用して、何度も何度も、往復していきたいと思います。まあ、そうしないとちょっと死んでしまうんでね、すぐに。まあ、基本的にま、もう、ここはソロプレイなんで、あんまり召喚できないんですよね。召喚できても、本当に短時間しか召喚できないんで、スペルもないんですよね、もう。スペルなしなんで。とりあえず、ここの、下のケルベルス倒すか。まあ、大体マップはまあまあ、分かってきた感じなんで。ほっほっ一撃必殺。強え。まあ、でも俺は結構、ハイディ気に入ったほうがハイディも使うけど。まあ、敵が多くなったらこれ使ったらいいですね。よし。ちょっと軽く休んでおくか。軽く休んでから行こう、もう一回。よーし。ただ、近くにいるやつを倒しときたい、俺は。まあ、もう、雑魚敵はね、まあもう、湧かなくなるんで、何回か倒せば。多分、10回ぐらいかな。10回か15回ぐらい倒せばね、いなくなるんでね。お、俺だった！おー。一つ目。よし、出現せいになっとるぞ。ここまでおるやろ、絶対。ほい、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 ほい。オッケー。撃破。撃破。ここ行くか。こっち行ってみるか、ちょっと。ん？何もねえな。こっち行ってみようかな。ちょっとだけ。危なそうな感じで撮るか、これ。ちょっと戻るか。ちょ、一旦まあ、ここよくわからんか、エリアが。この下行くか、やっぱり。ここ分かりやすいしな、敵として。よし。あ、ここも出てこないのか、これは。で、こっち行ってみよう。あ、ここね。あ、こっちとりあえずじゃあ、こっちか行ってんか。こっちから殲滅すると。雑魚が。スイッ、スイッ、スイッ。
よし、殲滅完了。まあまあちょっとずつ上手なってきよるから、プレイングが。油断したらでも一撃でやられるんでね、ちょっと油断せずに行こう。手塚国光です。ほっほっほっ、ガードを使いながらきっちり立ち回ると。受けるで弾いてからのアタック。ほっ、オッケー。まあここは何もないから行きますかね。したた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 た、でん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 。あー、どっかおったかな敵。あー、ここか。あ、なるほどなるほど。あー、こっち繋がったやったか。じゃあもうここクリアしとんな、とりあえず。人の像、熱い熱いな、あいつ。あいつ人の像落とすから熱いな。あー、このかかり見とこね。よし、とりあえずもう。ほとんどノーダメでいけるようになったな、もう。とりあえず一回ちょっと、かがり火使ったら復活するから、復活させずにやってみようかな、とりあえず。どこまでいけるか。うん、武器の耐久度持つか分からんけど、まあ持つやろ。避けてから、で、こいつも行くと。こいつおびき寄せた方が早いな。軽く倒すと。よーし、ネストビンで、次は確か大群やからな。次大群を相手にせなあかんから、ガーディアンソードできっちり行くと。ここ多いんやな、結構。ここ結構数いるんでね、うまく立ち回るのやられるからな。まず奥に引き倒しとく。ここ石出しとく。ここでよし、オッケー。見せた見せた。いて、いて、あぶね、来た。よし、あぶねー。何度か参った。しずく石と。で、頭上とりあえずまだ行かんとっか。ボスの予感。あ、これボスんだこか。え、お、これ、おぶね、落とし穴や。あっぶね。まあ、とりあえず見回るか、もうちょっとだけ。よし。殲滅したね、ここは。ここ一番の鬼門やからな。俺の中では。あ、めっちゃおる。めっちゃおる。あかん、で、ほっ、これやばい、これやばい、逃げなあかん。めっちゃ来よるやん、こちら。あぶねー。あー、やっぱ強えな、結構、ここ。お、びっくりした。びっくりしたー。はあ。
動いてる動いてる動いてる。くそ、うぜえな、こいつら。おわんとこにおるぞ。あいつ狩るか、ちょっととりあえず、じゃあ一旦。あー危ない、でかいぜ。よしよーし、勝ったぞ。狙撃手、まあこっちは違うかな。とりあえずこっちか。結構敵減ってきたけど、多分でもかがり火使ったらまたあれやから、ここはちょっとできる限り今回はちょっと探索したいから、かがり火使わずに行こう。もうちょっと回復しよっか。まあ、83かったですけど。OK。よーし。座手。まあ、いけるか、まだ。うん、だいぶ殲滅してある、ここのやつ。やはり。ここめっちゃ数おったな。あ、ボスか、これ。あ、これボスやな。お、スペルがまだ見える、ボス戦の時は。あー、これちょっとじゃあ、これ一緒に進んでもらおうかな、ここから先。なんもねえな。多分これボス。あ、ボス戦やな、これ絶対。あそこの先ちょっと一緒に進んでもらおうか、じゃあ。いや、ええか。とりあえずでも見回ったから、こっちは。こっちボスやから。オッケーと。まだ行ってないとこあるんで、ちょっと下かな、この下。この下行ってねえもんな。この下行くか。あ、これやこれ、頭上に注意。ちょっと怖いから行ってみるか、とりあえず。シャ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 。あれ？あ、繋がっとるんか、これ。あ、さっきんとこやん、これ。あ、ボスの予感。なるほどね。あ、びっくりした。あ、そういうことか。もうボスしかないか。じゃあ、こっちじゃないな、道は。こっちには道はねえな、もう、新しい。結構倒したな。で、次、じゃあ、どこ行こう。なんかあるんかな、どこ次。行き方がわからんねんけど。どうしようかな。あぶね、あぶね。まあ、結構一人で行けるようになりましたね。でもかがりつけてもいいんやけど、つけたら復活するからな。まあいいんやけど、復活しても。まあ仕方ないんやけど、復活しても。ねえもんな、もう次行くところ。あ、こっちくらいか。あれ、行かれへん。あ、こっち場所変わっとる。お、お、宝箱ある。お、か、隠れとったんか、どこに。シュワーン。ゲットー。で、光る、お、光るあった。メイクの金槌。あ、これでガーディアン系強化できるやん。光る、あれ結構レアっぽいな。でもまあまあまあ、ガーディアンソード強化してもいい。あ、ガーディアンの鎧強化しよう、ちょっと。なんかゲットしたな。あった。お、なかなか強えぞ、これ。え、強っ。ありふれたフルフランス見て。異常なほどに感情できている。かつては7ある鍵なので使われてるのかもしれない。打撃力結構高い。バスタードソードに次ぐ強さで。で、重さ軽っ。あ、これ強えわ、でも結構。ちょっと使ってみようかな。結構、筋力20やし、ちょうど。あ、行ってみようかな。25か、俺。ちょっと使ってみようかな、これ。ちょっとだけ。3本目の武器として使えるかも。よし。お、なんか使えるそう。振ってみよう、ちょっと若干。あれ？あ、いけるな。普通に使えるぞ、これ。あ、そんな遅くない。あ、使えそうやな、普通にこれ。うん、こっちの持っとこう。じゃあ、ちょっとかがり火。
ああ、どうしようかな。なるほど、そういうことか。まだ行くとこないですね、もうちょっと。よくわからんな。まだあるんかな、行くところが。多分、あの、右のマップのとこ、どうやって行くのじゃあ、あの右のところに。いつも行っていた休憩場所のとこに行き方がわからないんですけど、多分行く方法ありますよね、絶対。これこっちか。あ、絶対こっちやな、これ。これこっちから、あ、これこっちやな。おる。おるわ、敵。なるほどね。ほほ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 。で、狙撃手がおるから。撃破！撃破！撃破！よーし。子供ピーどこおる？ほほ。よーし。次行ったぞ。指輪！お、指輪あるんや。どっかにあるはず。上いけるやん、これ、地味に。あー、ちょっと上あるな。行ってみるか。何が出るかと。ん？あ、こっから来たんか、俺。あ、こっから来たから。来て。あー、こっち上がったんか。次じゃあこっちか。よし、行くか。あぶね！え？あぶね、落ちた、終わりやった。危ねえ。あ、気をつけなあかんわ、これ。あ、取っとるやん。だからやっちまえ。この先宝箱があるぞ。あ、一回来たとこか、これ。行くとこねえな。こっちちゃうな、じゃあ、こっちと。こっち先あるんかな、もしかしたら。こっちに続きがあるパターン？あ、ねえわ。この先ダッシュ攻撃が行く必要だ。ないな。ちょっと、あ、ないですね。行き止まりですね、ここも。せっかく見つけた道も行き止まりか、これ。このエリアちょっとややこいな。マジでわからんわ。え？闇！だから隠密。よく、あ、ファイヤーあるやん。あ、でも戻られへんのか、ここから。あー、これ一番最初のとこやな、これ。なるほどね。戻り方がわからんねんな、この、ところの。一番最初か、これ。あー、で、ここから来て。はい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 。で、これでこう行って。なるほどね。でも敵ちょっと復活させたくないっていうのもあるから、もうちょっと見回ろう。絶対繋がっとるから、どっかに道が。絶対これね、どっか道繋がってるんでね。やっぱこっちやな。よし、こっちで。あ、これちゃうわ。こっちでと。これ復活させてややこしいから。あ、これちゃう、間違えた、間違えた。これで、絶対これ右やと思うんな、これ。この右行くとこだと思うんな。もうこれこっちなは間違いないから。間違いねえな、これ。間違いねえ。んで、多分これこっちやと思うんな。で、この一本通行のところで、これ右行ったあったから、階段が。これ多分どっか他にも階段あるやんな。あるっぽいな、これ階段が。召喚サイン。ボス戦やもんな。
あれ？あ、もしかしてあれなんかな？あの忘却のところには。あ、見せた。来ても。じゃあ俺、でもあの中間地点どうやって行ったんやろ？謎やな、これ。行くとこはね。こっから、これは下やから。ボス戦とかやから。あれ？どっか行くとこないんかな？どこかにないもんかね。ちょっとわからないですね、もうね、行くところが。うん、できればもう、敵倒してる機会に全部見回りたかったんですが、ちょっと場所わからんな。ちょ、戻るか、じゃあ。よし、戻ろう。じゃあ、かかり火で戻ります、ちょっとまあ。敵復活してしまうんですけど。まあまあ、ちょっと次はもう、ここはまあ、見回ったんで、まあ、他のとこまた次見回ってみようかな、じゃあ。OK！ はい、というわけで、とりあえず一旦これ20分来たので、終わりたいと思います。次、まあ、ちょっとどっから始めるかわからないですけど、まあ、まあ何かしらやろうと思うので、そちらの方ぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。